ちらはネクスコ東日本です。午後11時50分現在の道路交通情報をお知らせします。京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。神奈川インター付近25キロポストで舗装工事を行っています。この影響で神奈川インター付近25キロポストで第一走行車線が規制されています。その他この付近の高速道路では交通に支障となる事故や渋滞の情報は入っていません。なお外環道三郷南インターから高野ジャンクション間の開通に伴い現金でお支払いのお客様は普通車最大で1020円に料金が変わりました。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。